このミニの撮影が一回ここでストップする日ですよと、車検に向かっています。預けます。佐渡屋さん、シャオコレでございます。ちょっと連日のこの喉の痛さが悪化している気がします。家にカッコン糖っていう苦い粒状の薬、それはあって、それを飲んで、あと一つ錠剤で備蓄用のね、いっぱい入ってるやつがあるんですけど、2019年4月って書いてあって、ちょうど賞味期限切れでどうしようって思ってね、それを飲まなかったんですけど、まあちょっと喋りづらい、空咳っていうかね、なんかこう喉が渇いてる感じの咳をいっぱいちょっとしてしまって、人前に出るときはマスクをしないといけないかなとは思います。いや、それにしても暑いですね最近ね、本当にもう嫌になっちゃう。今日はこのミニの撮影が一回ここでストップする日ですよと、車検に向かっています。預けます。まあまあ結局見積もりの金額は今出てるんですけど、完了してみないと何とも言えないところもあったり、今言える問題点というところも直ってみないと何とも言えないっていうところで、ちょっとあまり今の段階でお伝えできる情報が少ないんですけど、とりあえず台車はお貸しいただけるので、まあその辺は安心がありますよというところと、今横浜方面に向かって車を走らせています。そっちの方の車検屋さんに向かいますよと。車検屋さんじゃないんだけどね。はい、そんな感じ。いやー暑いな。寝る時がさ、そのまだクーラーのフィルターですか、あれを去年の暖房を使っていた頃に最後もう使わないねって言って、フィルターを洗ってからずっとほったらかしていて、それを使わずに、それをもう一回フィルターを洗ってからつけたいんですけど、エアコンをつけたくなるのが夜寝る前なんですよ。そうすると夜にフィルターの掃除なんてしたいって思わないから、ちょっとずっと我慢してるんですけど、寝苦しい夜がここ数日続いています。どっかで龍角散買わないと喋りが辛いな。だいぶ日焼け対策とかを考えないとね、そろそろね。本当に5月がこんだけ暑くて、7月8月どうなるのかっていう心配の前に、なんか梅雨、雨は降るけど降る分そのジメジメと暑い梅雨になるっていうイメージなのかな。それ最悪ですよね。一回行って道を覚えているつもりではいるんですけど、台車にナビがついているかどうかわからないので、とりあえずナビは使わずに地図だけを見て来ています。ここ左か、違うな、これ何なんだ、これ246か、違う、もう一本先ですね。今僕は青葉区を246、こっち行ったら渋谷方面、あっち行ったら厚木方面っていう道を越えて、ララポート横浜の方へ向かう道で、どっかで左、そこまでは完璧に覚えています。暑いな。ちょっとカメラもだいぶ日に当たっている位置にあるから、そろそろやめようかな。熱暴走でたまにね、なんか画面がガガガガっていう時もあるんですよ。あと今は純正の電池を使ってるんですけど、なんか互換性のあるアマゾンとかで売ってる GoPro 用の電池を入れていると、たまに撮影エラーみたいな時になってて、たまに撮れていない時があるんですよ。 SD カードのせいか本体のせいか電池のせいかでいろいろと調べていたんですけど、電池の可能性が高いというところまで追求をしました。さあそろそろ終えましょうかね。というわけで一旦1週間ぐらいこのミニでのブラドラが今日で終わりになります。また元気な姿で帰ってきてもらって、車検結果というものをお伝えできればいいかなと思います。まあ、先に言えるのは、見積もりの段階で先に言えるのと、僕が日頃乗っていて気になっているところというところで、一筋縄ではいかない車検になりました。それだけは今はっきりとお伝えしておきます。それではシャオコレでした。また明日、ごきげんよう。バイバイ。